ということで、皆さんどうも、ポケンチはポケモンモノマネニーヤン JP です。さあ、ということでございまして、今回のポケモンのね、ポケ旅、今回のポケ旅はですね、サーティワンさんと、ポケモンのコラボに、行ってまいりました。ね、今回はそのパックがね、2種類ありまして、ピカチュウとポッチャマがあるんですけども、ピカチュウのがやっぱ人気でね、まあ、ポッチャマも人気なんですけどね、今、プロジェクトポッチャマとかやってますけども、まあ、ピカチュウちょっと売り切れ、僕が行ったとかね、そうだっただけかもしれないですけども、ピカチュウのパックが売り切れだったんで、ちょっとね、ポッチャマの方のパックにしました。ね、2個入ってるんですね、あれね。もうまさにアイスのダブルバトルですよね。はい。ということで、この、2つのアイスをね、食べるんですけども、中に黄色いね、ピカチュウのチョコレートがね、入ってるんですよ。まあ、あれがね、可愛いしね、しかも美味しいんですよ。ということでございまして、どんな感じで食べて、どんな感じのパッケージだったかみたいなのをね、この後皆さんにご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。JP ニーヤンと行くポケ旅。今回は、サーティワンとポケモンアイスの旅です。それでは、レッツゴーリキー。ゴーリキーです。さて、今回のポケ旅は、サーティワンポケ夏キャンペーンにやってきたぞ。ポッチャマのアイス、ピカチュウのアイス、ピカチュウ売り切れとるの。新フレーバーも楽しみじゃ。気持ちが濃いキング。チョコミントとピカチュウハッピーパーティーにしたぞ。うん、まあそうじゃな。さあ、外に一旦出て食べるぞ。オープンザ蓋じゃ。スプーンもかわいいの。メガドレイン、メガドレイン、ギガドレイン、体力を蓄えとるの。そしてこのピカチュウのアイスの成分は乳酸菌のリンゴ。長いからあとは読んでくれ。というわけでございまして、美味しそうだったでしょ、アイスね。めちゃくちゃ美味しかったですもんね。一日、あれを必ず、朝食べたいですね。寝起きに。ね。もう。まあもっと食べたいぐらいでやめるのがちょうどいいんですけども、まあサーティワンさんはね、結構ポケモンとコラボしてるので、次のまたコラボ企画も楽しみにしております。ということでございまして、今回の JP ニーヤンが行くポケ旅はですね、サーティワンアイスクリームと、ポケモンのコラボでございました。ということで、また次の、ポケモン動画でお会いしましょう。みんなもポケモンゲットだ。 JPPP